とても幸せそうに手をつないで歩いているからね。まるで全てのことがうまくいってるかのように見えるよね。本当は二人しか知らない。初めての電話は受話器を持つ手が震えていた。2回目の電話は留守電にメッセージが残ってた。7回目の電話で今から会おうよって、そんな普通の毎日の中始まった。恋人たちはとても幸せそうに手をつないで歩いているからね。まるで全てのことがうまくいってるかのように見えるよね。知らない。10回目の電話で二人と奥へ出かけたようね。手をつないで歩こうとする私に照れていたよね。それから何度目かの夜を飛び越えて、帰りの車の中でキスをしてよね。白く輝く雪がとても大好きで、それでも去年は離れていたよ。今年の冬は二人して見れるかな、過ごせるかな、言えるかな、言えなかったメリークリスマスを。薬指に引っかかった、指輪を痛い。何度くらい外そうとした私たち。恋人たちはとても幸せそうに